はいどうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね9月8日の午前2時に行われたアップルのイベントについて話していこうかなというふうに思います。僕はサブチャンネルでアップルの今回のイベントね、まあ、どんな感じなんだろうみたいなところで、まあ、若干ネガじゃないですけどうんっていうような、内容を上げたんですけれども、やっぱイベント自体を見るとねすごいワクワクしちゃうなっていうのがあって、やっぱアップルイベントをね盛り上げたりとか作るのってすごい上手いなっていうのは本当思いました。で今日のこの内容はですねイベント直後に撮っているので、まあ、もしかしたら間違ってたりとか、少し情報として足らない部分もあるかもしれないですけれども、その点は、ご了承ください。まあ、ざっくりこんなような内容だったっていうところなんですけど、今ですねそのイベントは褒めましたなんですけど、まあ、冷静に考えてみるとたくさんいろんな製品の発表があったんですが、基本的にはマイナーアップグレードだったなっていうふうには思ってます。今回新製品としてあったのは Apple Watch Ultra っていう製品があって、こちらはですね登山だったりとかダイビングみたいなところでハードなアクティビティに対応した Apple Watch が発表されました。あとは Apple Watch の SE2 だったりとか Apple Watch の8っていうのがあったんですけど、これはそれぞれマイナーアップグレードだったかなっていうふうに思ってます。そして AirPods Pro の第2世代が発表されたんですけど、こちらもですねノイズキャンセリングの性能が向上してたりとか、あとは AirPods 自体にタッチセンサーがついたみたいなところがつきました。そして iPhone14 に関してはですね基本的にはカメラ性能が向上したっていうところと、まあミニがなくなったっていうところがポイントかなっていうふうに思っていて、 iPhone14 Pro と Max に関しては、まあ、A16 が乗ったりとかカメラ性能が大幅に上がっていたりとか常時点灯に対応してたりとか、あとはフロントカメラのところがねピル型になっていたりっていうところで、まあ噂通りの、まあ、性能向上だったかなっていうふうには思ってます。ここから各製品を見ていこうかなと思います。まずは Apple Watch の8です。大きいところで言うと体温の、まあ、センサーがついて、温度計がですね前面と後ろになんかついて5秒に1回なんか体温を測ってくれるっていうような機能が、まあ、ついたそうです。あとはなんか交通事故みたいなところがあった時のその衝突の検知みたいなところの機能がついたりとか、あとはなんか国際ローミングにもまあ対応していて、まあ、海外にいたとしても心でねそのセルラーモデルだとテキストが打てたりみたいなことができるようです。あとは新しい低電力モードみたいなところがついたみたいなので、まあ、よりねバッテリーを長く使いたい時には使えるような機能がついたみたいです。アルミの価格なので参考程度にっていうところですが、 41mm の小さい方に関しては59,800円で、大きい方の 45mm の方が 64,800円という価格でした。予約はもうすでに開始されていて、で発売は9月16日というところです。僕はですね Apple Watch の第7世代をまあ使っていたりとかするので、まあ、正直言って、まあ、8にアップグレードする必要あるかなっていうと、まあ、ないかなっていうふうには思ってます。続いて Apple Watch の SE2 なんですけれども、 CPU の性能が向上しました。であとはですね先ほど話した衝突検知があったりとか、あとは睡眠のトラッキングみたいなものもできるようになったようです。 GPS モデルの 40mm の方が 37,800円、大きい方の 44mm の方が 42,800円という感じです。まあ、この SE2 に関しても持ってない人にとっては、まあ、買いやすいところっていうところはあるかなっていうふうには思いました。はい、続いてですねこの Apple Watch のウルトラなんですけれども、いやこういう方向でね、来たんだなっていうのは、思いました。サムスンのですねギャラクシーのウォッチの方が確かゴルフ特化みたいなのを、まあ、出していたので、どういう風なアクティビティにね、特化するのかっていうところが、まあ、話されてたかなっていう風には思うんですけれども、こういったですねハードなやつですね、まあ、登山だったりとかトレランだったりとか、まあ、ダイビングみたいなところのハードなアクティビティに、まあ、特化したモデルになってます。なのでより見やすいように画面は大型化してたりとか、まあ、外の明るさでも見やすいように2000ニトに対応していたりとか、あとは緊急時にこうアラートを鳴らすみたいな機能もあったりするみたいなので、スピーカー性能が向上してたりとか、まあ、風が強いところで、まあ、話してたとしても声が通りやすいようにマイク性能がなんか向上しているようです。でさらにですね本体もチタンになってより硬くなってますし、さらにダイビングとかでもね本格的に使えるように水中でも強くなってるようです。あとは通常のアプローチと違って大きなアクションボタンが設けられていて、これがですねかなり大きいので、手袋をしていたとしても、まあ、押しやすいような、ボタンがついてます。ここには好きなアクションを設定できるようです。バッテリーは36時間持つようになってます。ただ外側はいろいろ変わってるんですけれども、中身に関しては、まあ、それほど変わらないっていうような感じです。価格は 124,800円からという感じでですね、こちらですね9月の23日発売だったと思います。でこれに関してはですね、これまではそのハードなアクティビティのために、まあ、ガーミンとか他のもの製品を使ってた人にとっては Apple Watch が使えるようになって嬉しいとは思うんですけれども、まあ、僕みたくその引きこもりというか基本的には家にしかいない人にとってはちょっと
とまあオーバースペックすぎるよなっていうような感じでした。続いてですね、 AirPods Pro の第2世代になります。中に入ってるチップセットが H2 チップっていうものになって、まあより性能が向上したっていうところだったりとか、イヤホン自体についてるドライバーの性能も向上したようです。あとは空間オーディオですね、その人に合った空間オーディオの聞こえ方みたいになるような機能も搭載されてるみたいです。あとはノイズキャンセリング機能がまあ2倍になったりしたりとか、あとはアダプティブ性能が向上していて、なんか工事現場みたいなところで使っててもよりうまく聞こえるみたいです。あとは今の AirPods Pro だとつまむ動作で音楽をまあスキップしたりとか、音を止めたりみたいなところができたりとかするんですけれども、その部分がですねタッチセンサーがついてるような感じになってるので、まあ、例えば上下することによってボリュームを変更できたりっていうような機能がついたみたいです。バッテリー性能も向上していて、連続で6時間再生できたりとか、ケースと合わせると30時間まで持つようになってるそうです。そしてケースの方もパワーアップしていて、ケースにスピーカーがついてるので、例えばその AirPods をなくしてしまった時とかにケース自体が音が鳴るっていうのがあったりしてですね、これは僕個人的には結構嬉しい機能だなっていう風に思ってたりとか、あとはケースにストラップ穴がついたんですよ。で、僕はですね AirPods を実は2回落としてるんですよAirPods Pro ですね、 AirPods Pro 2回落としてるんで、僕3万円をね2回も落としてるんですよ。いやー、それを考えるとですね、このストラップ穴がもう最初からついてるっていうのは、僕みたくそのなくしちゃう人にとってはめっちゃ嬉しい機能だなっていう風には思いました。あとはケース自体がマグセーフ以外に Apple Watch の、 あのケーブルでも充電できるっていうような感じになっているみたいなので、まあ、旅行に行った時にケーブルをちょっと少なくできたりっていうこともできるのかなっていう風には思いました。価格は 39,800円で、予約開始が9月9日、発売日がですね9月23日っていうところで、まあ、今月ね出るんですよね。で、基本的には細かいアップグレードなんですけれども、まあ、僕はですね欲しいなっていう風に思いました。続いて iPhone 14シリーズですね、チップはですね噂通りで A15 のままっていうところだったりとか、ノッチもまあそのままっていうような感じでした。で、画面の明るさが1200ニトになって、まあ、バッテリー性能は向上したということです。で、カメラ性能は向上していて、まあ、12メガピクセルのままなんですけれども、 F 値がですね 1.5 になっているので、まあ、よりね明るいレンズが搭載されているっていうところですね。あとは手ブレ補正が強いアクションモードっていうのがあったりするので、まあ、アクションカメラみたいなのを、まあ、持ってなかったとしてもかなりスムーズにね、ジンバルみたいなのなくてもそういったスムーズな撮影ができるっぽいですね。あとは衛星接続機能っていうのがあって、例えば山の中でね、まあ、事故ってしまって電波がなかったとしても、あの iPhone がね、まあ、検知できるような機能が、まあ、あったりとかするんですけれども、こちらはですねまず北米からっていうところと、あとはね2年間無料っていうような、まあ、言い方だったんで、まあ、その後ね有料になるのかなとか、まあ、どんな価格帯になるのかなっていうのは、分かんなかったです。で、北米のモデルは完全 eSIM 化してるっぽくて、あのもう多分 SIM のねトレイとかも多分ないんですけど、日本版はまだ SIM のトレイがあるっぽいです。で、噂通りですね、まあミニはなくなってしまって、大きいサイズのものはプラスっていうような、名前になりました。正直言ってカメラ性能がまあ多少向上したのかなっていう、まあ、とこぐらいで、ほぼほぼですね、まあ、iPhone 13と変わんないなっていうような感じでした。価格は119,800円からで、まあ、発売日が9月16日っていうところです。まあ、iPhone 11使ってたりとか、まあ、12使ってて、まあ、アップグレードしたいなっていう人にとってはいいかもっていうところですが、 iPhone 13使ってる人が、まあ、14に変えるメリットっていうのは、まあ、ほぼないかなっていうふうには思ってます。はい、最後になります。 iPhone 14 Pro シリーズですね、チップセットが向上されていて A16 が搭載されてます。で、高効率のですねそのチップが特にすごいよみたいなところを話していて、他社の高効率のチップよりもなんか3分の1ぐらいのパワーで同じようなパワーも発揮できるよみたいなことをまあ話していたんですけれども、まあ、僕がですねこの全イベントで一番興奮したのがこの A16 のチップが4ナノメートルできたんですよ。4ナノメートルプロセス、来たねっていうところで、まあ4ナノメートルが、まあ、うまく開発できたっていうところだと思うので、これはですねその Mac にも必ず来るようなアップグレードだったりするかなっていうふうには思うので、ついにですねその M3 はやっぱり完全版のやっぱり4ナノメートルのチップが乗るんじゃないかっていうところで、まあ来年以降の Mac ですよね、そこにめちゃめちゃ期待ができるっていうような感じがしたので、この4ナノメートルのところが僕は一番興奮しました。前面のカメラ
メラがですねこのピル型のものになったんですけれども、このピル型の穴をうまく利用したこのダイナミックアイランド機能っていうのが、これがすごいギミックなんですよ。ただのギミックなんですけれども、まあ、めっちゃいい感じだなっていう風に思ってて、これプロモーションビデオなんですけど、いやこれなんかすごいワクワクしませんか。こう聞いてるね音楽のアルバムのアートワークがこの上のところに行くみたいな機能だったりとか、まさかこのピル型のデザインをねこんなにうまく利用してくるとは思わなかったっていうような感じでですね、もう正直めちゃくちゃワクワクしちゃいました。ディスプレイはさらに明るくなって1600ニットまで行って、さらに屋外だと2000ニットまで上がるような感じになってるそうです。さらにですねリフレッシュレートに関してはこのプロモーションを採用しているんで、まあ、可変式のね、まあ、リフレッシュレートになっているんですが、このリフレッシュレートを 1Hz にして常時点灯させるモードがあるみたいで、まあ、これはね、まあ、結構面白いなっていうふうには思うんですけど、まあ、ディスプレイの寿命とか、まあ、どうなんだろうなっていうのは思いましたし、バッテリーの持ちとかどうなるんだろうっていうふうに思ったんですが、これはね面白いし試してみたいなっていうふうに思いました。そしてカメラ性能がまあ大幅に上がってます。12メガピクセルが48メガピクセルになってたりとか、センサーサイズがまあ 65% 大きくなってるそうです。まあ、解像度に関してはここまで上げなくてもなっていうふうにちょっと思ったのと、まあ、センサーサイズは大きくなってるんですけれども、まあそこのねその解像度とセンサーサイズのバランスってどうなのかなっていうふうなちょっと思いました。あとはメインカメラの解像度が上がっているので、そのメインカメラの中心部分をクロップして、まあ、2倍撮影みたいなことができるようになったようです。もちろん14についているアクションモードも使えます。あと動画周りも性能向上がしていて、まあ、シネマティックモードみたいなところで言うと、それがですね 4K の 30fps に対応してたりとか、24でも撮れるような感じになってるみたいです。こちらももちろん衛星通信には対応しています。で噂ではですね100ドル値段が上がるんじゃないかっていうふうに言われたんですが、米国ではお値段が据え置きでした。なのでプロは149,800円からで、プロマックスの方は164,800円からという価格です。正直これも高いんですよ。正直これも高いんですけれども、まあ、思ってたよりも安かったなっていうふうには思いました。9月9日から予約開始で9月16日に発売開始となります。 iPhone 14 Pro に関しては、まあ、思ってた以上に見てた時にちょっとワクワクしちゃったなっていうふうに思って、うわ欲しいなっていうふうに思っちゃいました。はい、というわけで今回のイベントのまとめになります。今回の発表は新規のユーザーさんだったりとか、まあ、久々購入するっていう人にとっては、まあ、結構魅力的な内容だったかなっていうふうに思ってて、各製品の、まあ、ちょっと欠点だったりとか、まあ、より使いやすさが、まあ、向上していて、こう世代をね重ねるごとに、まあ、製品の連動みたいなところが、まあ、上がってった製品が多かったかなというふうに思ったので、新規のユーザーさんにとっては魅力的なものが多かったような気がしました。ただ継続的に使ってるユーザーさん、なんか毎年購入してるよとか2年に1回は購入してるよみたいにして早いスパンで購入している人にとっては、まあ、購入を迷う製品が多かったんじゃないかなっていうふうに思います。正直僕今回ね、まあ、いろいろ褒めたりとかもしましたけれども、現行で今使ってる製品で、まあ、満足してたら、まあ、どの製品もですね、まあ、無理しなくていいものばっかりだったかなっていうふうには思ってます。ただ登山が趣味だったりとか、まあ、ダイビングしてたりとか、あとはそのそういったハードな時のために、まあ、そのガーミンだったりとかポラールとか他の製品を使ってた人にとっては、まあ、ウルトラは結構魅力的なのかなっていうふうには思います。じゃあ僕は何を買うのかっていうところなんですけれども、一旦ですね今月という今月から来月ってやっぱりいっぱい発表されるので、一旦 iPhone 14 Pro と AirPods Pro の第2世代を、まあ、購入しようかなっていうふうには思ってます。はい、で別でですねちょっとケースの方は購入しました。ちょっと購入のこれ出しておこうかなと思うんですけど、レザーのケースはまあちょっと購入しました。はい、というわけでですね今日はですね9月8日の2時に行われた Apple のイベントのですねざーっとまとめをお話しさせていただきました。皆さんですねどういう感想を抱いたのか、ぜひぜひねコメント欄とかにね書いていただければなっていうふうに思います。であとはですね来月、まあ、iPad のねイベントがあったりとか、あとは10月にはですねそのピクセルシリーズの、まあ、発表みたいなところもあったりとかで、いや9月10月はですねやっぱり忙しくなりそうだなっていうふうには思ってます。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。